1963年、東京都体育館、現東京体育館において産声を上げた自衛隊音楽祭り。自衛隊記念日行事の一環として、およそ半世紀にわたり開催されてきたこの音楽祭りは、今年50回目を迎えます。同時に防衛省自衛隊としても総体60周年を迎え、この大きな節目の年に新たな防衛力の在り方を実現するための第一歩を踏み出しています。防衛省自衛隊、平和国家として歩んだ60年間の歴史、そして平和への思いを奏で続け、今ここに迎える50回目の節目。
平成26年度自衛隊音楽祭り、これよりオープニングセレモニーです。国旗が入場いたしますので、ご来場の皆様はどうぞご起立ください。聖書前奏はございませんので、ご来場の皆様も演奏とともにご唱和ください。どうぞご着席ください。オープニングセレモニーは平成26年度自衛隊音楽祭り、自衛隊総隊60周年音楽祭り50回という大きな節目の年、記念すべき年を迎えるにあたり、この度は海外からのゲストバンドも過去最多となる3カ国4隊の音楽隊をお招きしております。まずご紹介するのは、例年この音楽祭りにご参加いただいている米国から日本に拠点を置き、さまざまな活動に従事する在日米陸軍軍楽隊。そして米海兵隊第3海兵機動展開部隊音楽隊。この音楽祭りへは初めてご参加いただくフィリピン海兵隊軍楽隊。そして遥か海を越え世界の友として、オーストラリア陸軍軍楽隊。以上3カ国4隊のゲストバンドを迎え、
自衛隊総隊60周年50回目を迎えるこの音楽祭りを前へ新しいステージへと進めてまいります。プロローグそしてオープニング式は海上自衛隊東京音楽隊隊長手塚博之二等大佐。新たな歴史を刻む新しい音楽祭りが幕を開けます。平成26年度自衛隊音楽祭り第1章 From Japan Part 1 From Japan。 全ての始まりは我が国日本から。その郷土を愛しその郷土を守る陸上自衛隊から登場するのは陸上自衛隊北部方面音楽隊 Ground Self-Defense Force Northern Army Band。 南北6000を超す島々で構成される私たち日本の大地、方面隊ならではの彩りと美しき日本の思いが響き渡ります。
大会国務方面大学生代表佐藤義之担当事務所でした。続いての登場は陸上自衛隊東部方面音楽隊 Grounds of Defense Force Eastern Army Band。 同じく日本をテーマにスタートする演奏は躍動感あふれる東京を中心とした東部方面隊ならではの色彩を放ちます。Thank you.
陸上自衛隊東部方面音楽隊隊長田村丸担当リクトでした。第1章グローブジャパンゲストバンドの登場です。登場するのは沖縄を拠点に活動を展開する米海兵隊第3海兵機動展開部隊音楽隊3 Marine Expeditionary Force Band。 演奏曲は防衛大学校のために作曲された行進曲黎明、そして世界中で一大ブームを巻き起こしたハッピー、日本から始まる幸せを奏でます。Without a
長フロムジャパン。最後の演奏は同じく米国コロナゲストバンド在日米陸軍運楽隊 United States Army Japan Band。 演奏曲は日本を代表する名曲の一つ上を向いて歩こう、そして世界に愛される名曲ビートルズ Hey Jude。 上を向いて歩こうは音楽祭りが誕生する1年前1962年に海外名すき焼きソングとして世界中でヒットしました。涙がこぼれないように。
隊で東京大会を行い、陸上自衛隊方面音楽隊による英語演奏、実は来日で陸上自衛隊隊長、マーリーさんの上級隊員でした。平成24年の自衛隊音楽祭り、第2章、To Asia! Part 2, To Asia。日本から始まった絆の響きはアジアへとステージを移します。アジア太平洋地域においては防衛協力交流はもちろん、人道支援、災害救援、能力構築支援などその活動は多岐にわたり、国際安全保障環境の安定化に努めています。交流は自衛隊環境のみならず、次世代を担う学生の場においても盛んに行われています。防衛大学校は昭和33年太陽国の留学生受け入れを始まりとし、今日に至るまで12カ国400名を超える留学生を受け入れてまいりました。現在も9カ国112名の留学生が日本人学生と同じ教育訓練を受け、寝食を共にし、アジア地域を中心とした国際交流を図っています。これから演技する防衛大学校儀仗隊においても、過去留学生が一人の隊員としてこのステージに立ったこともあります。日本からアジアへ、防衛大学校儀仗隊によるアンシードリルです。
今日第4学年大村大フランスライダー今日第4学年大久保俊でした。続いての登場はアジアの仲間大切なパートナーであるゲストバンドフィリピン海兵隊軍楽隊フィリピンマリンドラムビーグルコア。冒頭でも申し上げました通りこの音楽祭りへは初めてご参加いただきます。演奏曲はフィリピンでも一大ブームを巻き起こした映画ルローニケンシンのテーマ曲など日本とフィリピン友好の音色を奏でます。
自衛隊の音楽の第2章トゥーアジア、登場するのは陸海空三自衛隊音楽隊から航空自衛隊航空中央音楽隊 Air Self-Defense Force Central Band。 アジアに風立つ日本の音色、そして防衛省自衛隊航空自衛隊創設60周年を記念して作曲された風薫る青空、2つの記念曲にてこの大空へ力強く羽ばたきます。
海上自衛隊東京音楽隊。Maritime Self-Defense Force Band, Tokyo. アジアを縦断するその道はやがて海へとつながり、世界をつなぐ歴史的な貿易を生み出しました。海上自衛官たるべく、凛とした響きはシルクロードからスタートします。
クールアジア。最後に登場するのは陸上自衛隊中央音楽隊。Grounds of Defense Force Central Band。強く羽ばたく空の響き、優しき調べ海の響き、特別儀仗を任務とする第302保安警務中隊との合同演奏による熱き大地の響きをもってアジアへ広がる絆の架け橋を作り出します。Thank you.
1991年、自衛隊は海外としては初めてとなるペルシャ湾への派遣を実施して以来、国際平和維持活動、国際緊急援助活動など多岐にわたり、さまざまな世界的活動へ積極的に取り組んでいます。国際社会の平和と安定のために。平成26年度自衛隊音楽祭り第3章 To the World Part 3 To the World。 最初に登場するのはゲストバンド、オーストラリア陸軍軍楽隊、オーストラリアアーミーだ。世界の友として、この武道館のステージのために特別にアレンジされた演奏をもって、美しい平和への思いが響き渡ります。
しみでした。2011年3月、甚大な被害をもたらした東日本大震災発災後、世界中で日本を支援するさまざまなプロジェクトが立ち上がりました。その一つ、アソング・フォー・ジャパンプロジェクトは、プロ・アマを問わず、世界中のトロンボーン奏者が被災者を応援、支援することを目的に立ち上がり、日本を応援するために作られた記念曲も、今なおさまざまな国、さまざまな箇所にて演奏されています。音楽祭り50回を記念し集合した陸上自衛隊5方面の音楽隊による演奏、世界が日本を応援するために作られた曲、A Song for Japan。Oh.
そして世界の声に応えるべく自衛隊の歩みを変え、陸海空三自衛隊を象徴する演奏は世界へとつながります。
チームによる自衛太鼓、演舞テーマはジン。 Self Defense Forces Japanese Drum Teams。 陣立て、陣形、古くから兵法において自陣の守りはもとより前へと進むために重要な席を担うジン。目まぐるしく陣形を変え展開する日本太鼓の力道、自衛太鼓の躍動する魂が響き渡ります。Thank you.
ターレに至るまで見えない力で裏方としてこの音楽祭りを支えてきた彼らの思いもまたこの音楽祭りを彩る響きの源として演奏に活力を与えました。影の力支援隊指揮は陸上自衛隊東部方面隊第32普通科連隊浅利圭一一等陸曹。最終章オールジャパン、最後の演奏はアソングフォージャパンと同じく2011年の発災後復興支援を目的に制作された楽曲リスタート。お手元のプログラム裏面に記載の歌詞をご参照に、ぜひご来場の皆さんもご一緒にお歌いください。フィナーレ式は陸上自衛隊中央音楽隊隊長武田明一等陸曹。
自衛隊音楽祭り全出演部隊隊長です。